こんにちは、ヒロです。 A チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。はい、この動画をねご覧いただいているあなたで、例えばねご飯屋さんとかに行った時に、そこのねお店の、名前であったりだとか住所であったりだとか、接客態度であったりだとか、あとはその特徴ですよね、あの名物の料理であったりだとか、どこにこだわってるであったりだとかっていうことをねリストにねされてる方っていうのがね、いますでしょうか。もしねこの動画を見て、私そういうのつけてないですっていうようなね方がおられましたら、もしね、よかったらなんですけども、ぜひね今日からね自分が食べてみて、美味しかった店限定でいいと思うんですけども、美味しかった店のねリストっていうのをね作っておくと、明確にね何の役に立つっていうのはちょっと難しいんですけども、その情報っていうのはね必ず欲しがってる人っていうのがねいると思うんで、ぜひ作っていただければ何かの役に立つんではないかなと思います。でなんでねそういうふうなことを思ったかっていうと、この H チャンネルでも結構食べ物屋さんのね、情報というのを出させていただいてます。動画の作りがねあれなんで、そんなにねそこの美味しさが伝わってるか伝わってないかっていうのはちょっとそれはちょっと置いといてなんですけども、結構ね私外にご飯は食べに行く方法かなと思います。誰と比べてっていうことはないんですけども、それは晩ご飯をねお友達と食べに行くっていうこともあれば、お仕事でね外に出てる時に、お昼じゃあここで食べようとかってねいうような感じで、お店を調べて行く場合が多いんですよね。男一人でお昼とかなんで、結構やっぱりね麺類ラーメンであったりだとか、パスタであったりだとか、あとお蕎麦、うどんはねなんだか知らないけどあんまりちょっと食べないんですけども、また大うどんもねちょっと美味しいところがあったら、探したいなと思うんですけども、なのでね結構やっぱね麺類はねよく食べてますし、ここ美味しかったとかね、ここそうでもなかったとかってねいうようなのが結構私の中であるんですよ。で今まではねそういうのもねそんな出すことってあんまりなかったんですよ。あんまり人に喋ることってなかったんですけども、例えば聞かれたりだとか、お話のね流れの中でどっかいいとこないですかみたいな感じで言われたら、あそこのあれ美味しかったですよとか、ここのこれ美味しかったですよみたいな感じでねお話しさせていただいてたっていうような感じなんですけども、えらいもんでこうやってね動画を出すと、やっぱ知り合いの方からもね反響とかいただいたりするんですよ。動画出してますね、あそこの店私も行ったことありますよみたいな感じでねお話しいただいたりだとかで、その流れで他にどっかねいい店知らないですかっていうようなお話になったりして、でここいいですよと、ここのこれ美味しいですよとかね、いろいろねお話をさせてもらったら、後日お礼をいただいたり、行ってきましたとすごく美味しかったです言っていただいたりだとか、でもね人に紹介してもらって行ってあそこまずかったですよってね言うような人ってあんまいないかなとは思うんですけども、でもそれを聞いてくるっていうことは、やっぱりね美味しいものの情報っていうのを求めてらっしゃる方っていうのは結構多いんじゃないかなと思いまして、で知ってらっしゃる方はね知ってると思うんですけども、ある程度の企業さんとかになると接待用のねお店リストっていうのがあるわけですよ。昔に比べたらねお仕事の関係というのもねかなりドライになってきたかなとは思うんですけども、なんだかんだ言って、商談がまとまるのってやっぱりお食事に行ったりだとかそういったようなね場でやっぱ商談がねまとまるっていうことがやっぱりあるみたいなんで、企業さん側でとしても美味しいお店っていうのをね把握しておくっていうことはやっぱりね会社の財産になるっていうねお考えのところも多いみたいで、たまたまねちょっと機会がありまして、私もそういうのねあるっていうことは知ってたんですけども、じゃあ実際にね見たことがあるかっていうとちょっと見たことはなかったんですよ。で、ある企業さんの、接待用のね、お店リストっていうのを、見せていただく機会がありまして、お店の名前であったりとか、住所であったりだとか、あと、大体、一人当たりの予算であったりだとか、あと、営業時間ですね。営業時間と定休日。あとは、その店の特徴ですよね。何を売りにしてるのかっていうようなね、ことっていうのを、そんなに細かくではないんですけども、大雑把に、一目見て分かるみたいな感じで、作ってありました。それ見た時に、私はこれこういうの作っといた方が良かったなと、自分の中でもね結構ね忘れてるお店なんかも
ありますんで、そういうのね、見返すと、あ、こういうの美味しかったなとかってね、やっぱこう思い出すことにもなるじゃないですか。うん、で、人にね、お教えする時もやっぱそういうのがね、あると便利だと思うんでね、もしこのお話を聞いてね、あ、作ってみようって思った方はね、ぜひもう、まあ、Excel でも何ですか、Google のスプレッドシートなんかでもいいと思うんで、まあ、そういったものにね、記録を残していくっていうね、ことをされてはいかがかなと思います。私なんかだと、まあ、さっきもお話しさせていただきましたけども、結構ねお店の方動画で紹介させていただいたりしてるんですけども、これがですね、なかなか難しい問題でして、一応ね、ご飯食べに行く時には、まあ、カメラをね、持って、で一応まあお店の方にね、撮影していいかどうかっていうのをね聞いて、まあ、撮影させていただくんですけども、これなかなかね、美味しいなっていうのはねなかなかこう素直にね動画に出せるお店っていうのに当たらなくて、当たるときはね結構パンパンパンって当たるんだけど、なかなかね当たらなくて、なので結構ねお蔵入りしてる動画っていうのもねあるんですよ。うん、まあね、人によってはほら出しちゃって、ここそんなに美味しくないですよみたいな感じで言っちゃう人もまあいるかなと思うんですけども、まあ、私ちょっとねそこまでお店の運営とかに責任が持てないんで、うん、あくまでもね個人の意見でやってるんで、ちょっともうそこまでやるのはちょっとね、私のまあポリシーって言ったらまあ偉そうですけど、まあ、ちょっとそこまでちょっとやれないなっていうのがねありましたんで、だから取りに行っても、まあ、そうでもないなって思ったお店っていうのは、まあ、出さなかったりとかするんですけども、まあ、もちろんね、ある程度私の中のそのどういったねお店を選ぶかっていうカテゴリーはありまして、うん、まあ、まず単純にね美味しいことですよね、うん、美味しいなと思うこと、あとはまたそのお店の、特徴、うん、まあ、どういったところにねこだわりを持ってるのかとか、なんかこうそこでしか食べられない独創性みたいなものがあると、当然美味しいっていうのも一つのカテゴリーなんですけども、紹介しやすいですよね、こういったような動画なんかだと。まあ、あとはまあ入りやすいかどうかっていうことですよね、うん、それは本当にね美味しいもの食べたいなと思ったら、ミシュランのねガイドを買えばいいと思います、うん、あそこなんかだとね本当きちんとした人が審査して星付けしてるんで、まず間違いが、ね、ないとは思うんですけども、まあ予約してねスッと入れるっていうようなね感じのお店でもないじゃないですか、うん、ましてやね私が例えば、まあ、紹介する、まあ、ラーメン屋さんなんかっていうねカテゴリーだと、そんななかなか予約してまで行くっていう感じじゃないですよね、うん、お昼にまあちょっと寄って、まあ、少しね美味しいもの食べて人にお話できるネタみたいなものがあればいいかなっていうようなね感じで行くと思うんで、入りやすさっていうのもやっぱり私の中ですごく重要なファクターでございます。はい、まあ、そういった観点からね見ると、まあ、今回ねご紹介させていただくラーメン工房涼香さんというところはですね、すごく紹介しやすいラーメン屋さんだなと思いまして、うん、徳島のね愛媛だったかな、また、そのね涼香さんのサイトの方というのは、詳細の方に貼っておきますので、まあ、興味のある方はね見ていただきたいなと思うんですけども、何店舗かあります。で私が、行かせていただいたのが、徳島の川内店というところで11号線沿いにねありますんで、結構ねお店も見つけやすいし入りやすいんじゃないかなと思います。はい、でそちらのラーメンなんですけども、カテゴリーで言うと鶏塩ラーメンなんですよね、うん、スープは、丸鶏をね煮込んだスープに、サバ節と昆布だしの、まあ、魚介系のスープですね、これを合わせたスープだと、うん、まあ、お話聞いていただいてね分かるかなと思うんですけども、すごくねあっさりしてるんですけども、旨味のね強いスープで、で鶏塩ラーメンなんで塩使いますよね、うん、そのまた塩がパタゴニア湖園、湖に園って書いて湖園って読むのかな、うん、パタゴニア湖園っていうね、この塩がね奇跡の塩って呼ばれる、なんか不純物がねゼロの塩なんですよね、うん、でこのねスープに鶏の脂がね落ちることでまたね深みが出るんですよ。でここにね麺、コシがしっかりしててすごくもちもちした麺なんですよね、うん、ストレート麺なんですけども、喉越しも良くてすごく美味しい麺だと思います。で最後にねこの具
具はね、鶏チャーシュー、チャーシューっていうと、まあ、豚でも鶏でも、まあ、あるんですけども、結構ねあの煮汁のね味が強すぎて、なんかねあの肉の味がね全然しないと、ただまあ甘辛いだけっていうようなねチャーシューっていうところで結構あるんですけども、涼花さんのね鶏チャーシューっていうのはすごくあの繊細に味付けされていまして、味付け自体もすごくいいんですけども、あの鶏のお肉の旨味っていうのもね十分に味わえる、チャーシューです、うん、でそれをね、炭火でねちょっとこう軽く炙って、焦げ目がつくぐらいね炙って、でそれをねあのラーメンの中に入れることで香ばしさと風味が増してですね、またこのラーメンのグレードが、まあ、1段階アップするっていうようなね感じのラーメンです、うん、麺もよし、スープよし、具よしでね、もうこの3つのねバランスがねすごくいいと、うん、お互いがねお互いをこう引き立て合うっていうようなね感じで、すごく本当ね丁寧なお仕事を、ね、されてるなっていう感じがします、うん、で食べていただくとねこれ分かるんですけども、あのすごくね優しい味で、すっとね体に入ってくるような味。私ねこのねお店にね行く前にねちょっとね、まあ、軽くなんですけどもお弁当をねちょっと食べちゃったんですよ、うん、なのでねあのすごくねお腹空いてる状態っていうよりかは、まあ、ちょっとまあ時間が来たんで、まあ、晩ご飯もちょっと食べときましょうかみたいな感じの状態でね行ったんで、まあ、正直あんまり入らないなと、うん、思ってたんですけども、食べてねびっくりしたのがすごいなんかこうすっと優しく入ってくる。これ何杯でもいけるじゃないかな、まあ、何杯でもって言ったらちょっと大げさなんですけども、本当ね2杯ぐらいだったらねあのすっといけるんじゃないかなっていうようなねあのすごい体に優しい味でした、うん、まあ、徳島ラーメンっていうと豚骨醤油にあの甘辛くね煮込んだ、豚バラ肉っていうのがね大体まあ定番なんですけども、まあ、ちょっとねそういったようなねラーメンに飽きたんで、まあ、ちょっとこう口を変えたいなとかちょっと味を変えたいなとかってね思う時には、ラーメン工房涼花さんのこの鶏塩ラーメンっていうのをね、いただいてみてはいかがでしょうか。でよかったらね、まあ、そういったような情報をご自分のね、外食リストみたいなものを作って、まあ、記録として残したり、自分のね思い出として残してもいいですし、まあ、誰かにね聞かれた時にあのパッとねこう見せれる資料にしておくっていうのもねいいんじゃないかなと思います。私もね、ほんと最近なんですけども、はい、そういったようなね、リストも、作り始めましたので、またね、まだどっかの機会で、そういったようなね、お店っていうのも、ご紹介できればいいかなと思いますし、冒頭でもお話した、まあ、ある企業さんの、世帯用のね、お店リストっていうのも、手に入れたんで、まあ、大体お店の場所としては、まあ、京阪神なんですけども、まあ、あんまりね、正直行かないといえば行かないんですけども、そういったようなところに行く機会がありましたら、H チャンネルでご紹介していければいいかなと思っております。はい、それでは本日の動画の情報が面白かったなとか役に立ったなと思った方は高評価を、そしてよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あとこの動画の感想や私に質問やリクエストなんかがありましたら下のコメント欄に書き込んでいただければ、タイムラグは出るかもしれませんけども見せていただいてお返事させていただこうかなと思いますのでよろしくお願いします。それでは本日も動画のご視聴誠にありがとうございました。